聖地の説明表示板ホークス、ネストトンネル災害あるいはホークスネストトンネル事故は、1930年代、アメリカ合衆国ウェストバージニア州南部のトンネル工事において発生した、米国史上最悪とされる、労働災害。推定で476名の候補が、急性経肺によって死亡したと言われる。ホークスネストの直訳から、カノ巣事件とも呼ばれる。 ウェストバージニア州アロイの下流にある工場への電力供給を増強させるため、この工場を所有するユニオンカーバイド社は、ニュー川の流路を変えることを決定した。1927年初頭、この事業を受け負ったラインハルトデニー社は、ゴーリー山の山腹を貫通する3マイルにわたるトンネルの工事を始めた。その後すぐに、 入川の水のほとんどをトンネルの中に流れ込むようにするためのダムがホークスネスト下流に建造された。トンネル工事の最中、コーフラはシリカ鉱石を発見し、その採掘も命じられる。コーフラは掘削作,作業時に防塵マスクや呼吸用保護具を一切与えられずに採掘を行った。 これが原因で高濃度のシリカ粉塵にさらされたために多くの候補が軽戒症を患った。多数の候補が軽戒が原因で亡くなり、中には1年も経たないうちに亡くなるケースもあった。この災害による死者数は正確にはわかっていない。異例碑によると死亡したのは109人とされているが、アメリカ合衆国議会の審理はこれを476人であるとした。 さらに他の文献では、700人から1000人以上、多いものでは3000人とするものもある。それぞれの死者数に大きな差があるのは、ホークスネストの交付の多くが、アメリカ南部出身のアフリカ系アメリカ人で、離婚後にホークスネストを離れたり出身地に帰ったりしたため、正確な数を割り出すのが難しくなってしまったのが、原因である。付近にある、異例碑には、 次のように記されている。ありがとうございます。